皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ギラビスタチャンネルのギラレンジャーです。今日は早速、この一言言わせてください。補強きたさあ、ということで、本日ギラバンツ北九州から新加入選手の発表がありました。北海道コンサドーレ札幌からフォワード大森慎吾選手の加入発表です。いやー嬉しいです。そしてやっぱり率直に言わせてください。強化部の皆さん本当にありがとうございます。まあ、正直、まあ、ギラバンツの懐事情っていうのを知っているだけに、今年の補強、まあ、時期的にもう終わりかなというふうに思っていたところで衝撃のニュース飛び込んでまいりました。こんなにワクワクする補強は正直久しぶりです。そちらの理由、この後でまたじっくり説明させていただきたいと思っております。現在こちらのラジオ収録している段階ではまだ正式発表が出ておりませんが、この動画が日の目を浴びることを信じて大森選手に関してたくさん調べてまいりました。この後じっくり説明させていただきますので、ぜひお楽しみください。さあ、それでは大森選手に関する情報を紹介していきたいと思います。2001年2月9日生まれの現在23歳、そして出身が北九州市小倉南区ということで、バリバリの地元プレイヤーとなります。小倉南区にはですね、有名な少年サッカークラブ小倉南 FC というのがありまして、こちらプロ選手たくさん輩出しております。現在現役の選手で言いますと、ガンバ大阪所属の福田優也選手、そしてパリオリンピック代表の浦和レッズ大畑歩夢選手、そして元ギラバンツでもあります今季途中から岐阜に移籍しました中山海保選手と、たくさんの現役 J リーガーを輩出している名門でもあります。こちらで育ち、その後高校は東福岡高校、こちらも名門ですね、加入しました。東福岡高校では背番号9を背負い、高校総体では優秀選手にも輝きました。そしてその後アンダー18、アンダー19と日本代表に選出をされました。でアンダー19ではですね、パリ五輪でエースとして活躍しました柏レイソル細谷真央選手よりも上の評価をされていたということで、もう素晴らしいポテンシャルがあったということがここからも分かりますね。そしてその後大学は順天堂大学に進学します。大学時代は1年生の開幕戦で早くもスタメンデビュー、そしてリーグの新人王にも輝きました。しかしその後進路に大事に関わってくる大学の3年生の時に大きな怪我を負ってしまいます。1年以上サッカーができないというブランクを経験したとのことなんですが、高校時代からその潜在能力を高く評価していた J1 の北海道コンサドーレ札幌に入団が決まります。昨シーズンは出場機会にあまり恵まれなかったんですが、今シーズン開幕前の沖縄キャンプで6試合7ゴールと大活躍をしていました。この事実に札幌のサポーターもかなり期待していたということなんですが、開幕後ここまで10試合出場しておりますが、まだゴールを決められていません。そういったこともありまして、ギラバンツに移籍ということになったと思うんですけれども、ギラバンツもね、ここまで11試合連続負けなしと結果は残しているんですけれども、なかなか得点力が課題となっていたので、我がギラにとってですね、非常に大きな補強になったんではないかなと思います。それでは続いては大森選手のプレースタイルについてお話しさせていただきます。まずは大森選手の持ち味でありますポストプレー、これはですね、ぜひ皆さんにもちょっと動画を見ていただきたいです。これ概要欄に動画貼っておきますが、このポストプレー、もはや J3 レベルではありません。J2、J1 でも通用するレベルだと思います。やっぱりこう見てて思ったのは、相手が来ても競り負けないフィジカルの強さですね。そこでもうボールをしっかり持って突破していいパスを出すというような形が何度も出ておりました。まあ、ちょっとこう自分が思ったのは、このプレーの完成形、理想とするところは、ヴィッセル神戸の大迫選手のようなプレーではないかなというふうに思います。もちろん自分でフォワードでゴールも決める決定力っていうところもあると思うんですけれども、しっかりね、攻撃、相手陣内に入ってチャンスを演出する能力もあるなというふうに感じました。あとはですね、インタビューのこう話し方であったり、プレーの内容を見てて思ったんですけれども、
まだ23歳と若い選手なんですが、ピッチ上ではですね、いい意味で若さを感じない落ち着きを感じますね。視野が広くて相手をよく見ているなという感じがあります。もちろんフォワードなのでシュートの精度、そういったものもですねかなりいいので、皆さんもぜひですね YouTube 等でいろいろ動画を探して大森選手のプレー見ていただきたいと思っております。それでは続きまして、大森選手の加入でギラバンツにもたらされる効果について自分なりに考えてみました。まずはやはり得点源であります永井選手の負担が減ることですね。今シーズンこの11戦負けなし、永井選手の活躍めちゃくちゃ大きかったと思います。ただ今後まだまだこう熾烈さを増していく昇格争いの中で、さすがに今までのようなですね攻撃永井選手一本やりっていけるほど甘くはないだろうなと私は思っておりました。しかもこの後まだまだ暑い時期が続くというところで、永井選手もベテランになりますので、彼のね肉体的な疲労を軽減できるんではないかなというのはすごく大きいと思います。あと一つ言うのであれば、やはりライバルへの刺激と切磋琢磨だと思います。個人的に名前を挙げるならば、僕はコウ・スンジン選手の刺激切磋琢磨につながると思います。2人ねポジションがすごい似ているというところもありますし、個人的にもし今季このまま補強がなかったら、コウ・スンジン選手が覚醒しないと上位に食い込んでいけるのは厳しいんじゃないかなと思っていました。お互いでこう切磋琢磨していくっていうのは非常にクラブにとっても大きいと思います。得点力がアップするのでかなりいいと思います。コウ・スンジン選手、これでまた一つ成長してほしいなというふうに思っております。ここまでの大森選手の出場を見ますと、今季まだフル出場というのがないので、最初は途中出場だったり、先発で出て途中で交代っていうことがあるとは思うんですけれども、プレーを見ていただいたら皆さんもわかると思いますが、間違いなく状況を打破するプレーができる選手だというふうに思っております。とにかく大森選手の加入、今のギラバンツにとっていいことしかないと思います。それでは次はあまり考えたくないですが、懸念点を発表したいと思います。懸念点はズバリ怪我だけだと思います。先ほども話しましたが、大学時代に1年以上の長期離脱を経験、そして、札幌入団後もルーキーイヤーは怪我に悩まされて、出場は4試合にとどまっておりました。今回ですね、大森選手にとっては生まれ故郷でのプレー、そして J1 から J3 にカテゴリーを落としての挑戦ということで、楽しみもあると思うんですが、プレッシャーもすごいあると思うんですよね。そういった中で、気負いすぎずにやってほしいなと。やっぱりこう怪我をされてしまうともうどうしようもないので、いい意味で気持ちを切り替えてプレーをやってくれたらなというふうに思っております。怪我なくやってくれれば、うちでも問題なくスタメンで出れるというふうに私は確信をしておりますので、本当に怪我だけには注意してほしいなと思っております。そんな中でね、大森選手にはこうありがたいところで言うと、順天堂大学の1学年先輩に長谷川幸喜選手、そして1学年後輩に小林陸選手と、うちのギラバンツにですね近い世代の先輩後輩がいるっていうことがですね、彼にとってはリラックスしてプレーできる一つの要因になるんではないかなというふうに思うんですね。さあということで、大森選手獲得の正式発表も待ち遠しいところですが、このまま加入となったらですね、もうデビュー戦に最高の舞台、この後控えてますね。8月17日、ミクスタでのギラフェス対富山戦。こちらね、対戦相手の富山は、もう今昇格を争うライバルでもありますし、現在ね、守備が絶好調、6試合連続無失点というところできています。そういったね、富山の堅い守備を大森選手のゴールでこじ開けて、そして勝ったなんてことになったらね、おそらく今季最多のお客さんが詰めかけるミクスタも大盛り上がり間違いなしだと思うんですよね。もちろんいつも詰めかけているギラサポも最高だと思うんですが、この日ね、たくさん詰めかけるということで、もしかしたらこう初めて、ミクスタに現れるお客さんもたくさんいると思うんですよね。そういった方がね、なんか大森っていう選手がいたなと、ちょっと調べてみよう。出身北九州じゃないか、小倉南区じゃないかっていうことで、
俺はちょっとこの選手を見にミクステに通おうかなと、新しいギラサポが生まれる可能性もめちゃくちゃ高いと思うんですよ、ゴールがあれば。とにかく勝ってほしいですが、もうね、贅沢を言うなら大森選手のゴールで勝利に結びつけてほしいなというふうに思います。それで後半戦も台風の目として一つ一つ順位を上げていきたいと思います。大森選手にはそれができるポテンシャルがあると僕は確信をしております。もう先行っちゃいましょう、大森選手、これからも共にギラバンスを戦っていきましょう。ということで今日もご視聴ありがとうございました。今回緊急で動画を回してる、あ、なんかね、これ言うとね、あの YouTuber みたいですよね。緊急で動画を回しました。まあ、ギラバンスサポーターの皆さんのコメントもそうですけども、コンサドーレサポーターがもしこちらの動画をご覧になったらね、もうこういう選手でこういうこともできるんだよっていうところも教えてほしいなというふうに思っております。いいねとコメントをたくさんお待ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。ギラビサチャンネルのギラレンジャーでした。待ってるよ大森くーん。